アロハ YouTube。 はい、今日はですね、G クラスの、最新ニュースを、ちょっとご紹介していきたいなと思います。はい、あーめんどくせー。ですね、まあ、今新型、G クラス、まあ、いろいろ出てるんですけれども、メルセデス・ベンツ日本ジャパンですねが、そのメーカー希望小売価格をですね、まあ8月1日から、引き上げを、発表いたしました。はい、でその改定の幅なんですけど、まあ、平均すると 3.8% の値上げをしています。で、まあ、値上げの理由っていうのが一応、まあ、新技術の開発、まあ、および採用による、製品コストの上昇ですねっていうのを、値上げ理由としているんですけれども、新価格の方が、まず G350D がですね、1237万円で、G550 がですね、1685万円、で、メルセデス AMG の G63 がですね、2194万円っていう、まあ、それぞれ、車両本体価格ですね、を、今お伝えしたんですけれども、これですね、どんどん今値上がってますね。そのまず G350D なんですけど、新型のですね、出始め当初っていうのは1170万円でしたので、67万円ですね、上がっている計算です。で、G550 の方は出始めが1562万円なので123万円ですね、123万円上がってて、G63 がですね、出始め当初がこれ2035万円だったので、159万円ですね、上がってるという、そんな今、新しい新価格となっております。まあ、これはですね、まあ、いろんな要素が正直考えられるとは思うんですけれども、まあ、新型、G350 についてはやっぱり今プレミアム価格が、ついちゃってる状態ですし、まあ、多分そういったのもあって、メーカーの方が値段を上げてきているのかなっていうふうに思います。はい、ということでですね、今日は、G クラス最新ニュースっていうことで、新しい、新価格の方ですね、の方をご紹介させていただきました。はい、では今日はここまでです。それではマハロー。